平吉子さん日本共産党のよし子です3人の参考人の皆様今日は本当にありがとうございますえさて早速ですがこの少人数学級に関わる議論というのはまあ、この間長年されてきているわけでその中で文科省はですね長年少人数学級だけではなく チームティージング、習熟度別指導など、少人数指導も含め、地方自治体が選択的に行うことが効果的と答えてきたという経緯があって、そこで、まあ、先ほども三平参考人もおっしゃってましたけど、地方自治体によっては少人数学級ではなくて、少人数指導で対応してきたところもあると聞いているわけですけれども、今回、少人数指導ではなく、少人数学級 を進めることになるわけで、その意義について、ですねぜひ3人の参考人、それぞれのご意見、伺いたいと思います三平参考人あの冒頭申し上げたことに尽きると思います、一人一人の子どもたちの表情を見て、一人一人の子どもたちの声を聞き、声をかけられる状況に近づいていくということになると思います、はい、あ藤井参考人、はいあの、今、少人数指導という話と学級という話がある。 私は少人数学級が基盤にあって、その上に乗っていくものが少人数指導ではないかと思っています、少人数指導が基盤にあって学級はできないものですから、まずやっぱり少人数学級というところをまずこう踏み出していただいてあの、動き出したということはとても嬉しいことで、決して通過点にならず、本当にあのどんどんやっていってほしいと思っていますす以上です中島さんに、はいあの、文科省が少人数指導という言葉を使い始めたのは、 あの少人数学級が実現し難いと、しにくい、難しいという中で少人数指導を選択したというふうに思います、でそ,のその際のです、ね、問題は、少人数指導がです、ね、学習集団と生活集団を分断したということなんです、つまり学級サイズはそのままで,で、場合によってはクラスを2つに分けて少人数じゅ指導をするということですねで、これは学習の集団と生活集団が分かれちゃってるんです。 でも、生活と学習分けてよかったのかっていう問題です。あの同級生の中にはですね、小学校時代、僕はあんまり勉強できない子だったんですが、すごく勉強できるけれども、掃除全然しないやつがいるんです。うん、だから、生活と学習っていうのがどうつながってるか、中には逆がいます、勉強できないけど、クラスのために一生懸命やってる子がいる、僕だったんですが、いるんです。<laughs> そういういい子もいるんです、うん、だから、それでもって人間を全体として捉えることができるっていう、だからお互いを評価し合えるっていう、ですね勉強できなくてもあいつはいいやつだ、信頼できるっていう、それが人間を育ててると思います、でその意味では、少人数指導、あとりわけ少人あの、習熟度別に分けるなんていう、逃げしは完全に反対しましたけれども、そのやり方ではやっぱりダメだったと思います。 ですから、今回、少人数学級でまだ不十分でありますけれども、えっと、小さなクラスサイズでもって生活と学習を共にする集団を作っていくという方向をです、ね、追求していってほしいというふうに思います。 平井よし子さん、はい、生活と学習を共にする集団を作るという意味での少人数、学級、すごくよく意義が分かったかと思います、で併せてです、ね、先ほど来あの、まあ、効果検証ということも言われております、で今回の法案にはその検討事項として少人数学級 級の効果検証で条文には学力の育成という観点も例示されているわけですけど改めてその学力っていったときに先ほどであるとおり数値とか学力テストペーパーテストの点数ではないところにその効果が見られるのではないかというのがこの。 今の委員会での議論、ずっとあ出てきていると思うんですけれども、あの中島先生の資料でも、えー、学力フェティシズムの、えー、行き詰まりがあるとで、やはり全体を捉える視点に立って、学校教育を評価することが大事という書かれているわけですけどやはりこの少人数学級の効果って考えたときには、そうした学力、いわゆる学力ではない評価っていうのが大事だと思いますが、その点について中島参考人お願いします。中島参考人、はい あのまあ、学力フェテシズムって書きましたけれども、日本はやっぱり学力の、学力一辺倒になってしまっている、政策決定の際にそこだけ見てしまっている、でもこれ、国際的に見ると、日本は学力高いことになってますよね、ビザ調査などを見ると、でその意味では学力高いんです、だけどじゃあ問題ないかっていうと、問題がいっぱいあるとで、そのいっぱいある問題、あのそれはあのここに書いてるような問題、いっぱいある。 それを見落,とさ見落とす原因になっっちゃってるんです学力、フェティシズムは。つまり、あのどんなに子どもたちがしんどい思いをしていても学力しか見てないので本当に問い対応すべき問題に対応できてないんですで海外の若者たちがやっぱり生き生きしてるのは自分が生活しているところとやっぱり向き合ってる向き合ってるからなんです。よ。 で自分が学んだことをどうやって生かして自分が生きていくか自分がどう貢献できるかというチャンそれを考えるチャンスを持っているからなんですよねだから決して学力が高くなくたって自信を持っていますでも日本の子どもたちって学力が高くない子どもは自信を持てないんですよであのなので学力だけ見ててじゃダメだめだというのはそういう意味です、はい、そこも評価をするべきだと思いあの。 やはり学力、いわゆる学力じゃないところをきちんと評価してこそあの教育全体の評価、あの効果というものが実感できるんだという大事なお話だったと思いますしやはり学力ということの見直しが今求められているなということを強く実感した次第です。さて、あの この間ですね、先ほど来、やはり今回の法案は通過点であると、やはり30人も求められるし、中学、高校、特別支援学校もというお話が先ほどあるんですけど、法案今回の法案そのものを見ても、ですね、あの小学校の中でもその恩恵を受けられない子たちがいる問題もあると思うんです。あの段階的実施とといいうことになっているのので、来年度の新、えー、2年度新生 より下の子はあの少人数できるんですけど、新3年生以上は卒業まで40人学級のままと、でまあ、地域によって先行するところもあっても、まあ、要するに自治体によって差が出てしまうということも問題だと思うわけで、やはりこの国の段階的実施という線引きによって、こう少人数学級の恩恵を受けられない子どもが出てきてしまう、この問題について、3人の参考人の皆さんはそれぞれ ご意見伺わせていただきたいと思います三平参考人まずあのわ、私自身の反省もありますけど、意識を変えることが必要かなと思っております、今回のことではですね。といいますのは、私は団塊の世代ですので、小中学校一クラス50人で育ちました、高校はなんと55人でした、で教員になったときが45人でしたで、40人に変わったとき、少なくなったなと思いました。 そういうい自分の経験から言いますと30人前後の子どもを担当している教員を見てなんだこれだけの数の子どもを掌握しきれないのかなという見方が心の中のどこかにあるわけですね、自分の経験から言ってでそれは非常にまずいことだなということを反省したのが今回のいろんな話のもとになっております。ですからあぜひエビデンス云々じゃなくても 子どもの数、担当する子どもの数が少なくなっていくことはいいことだという前提に立っていただきたいことと、もう一つ私の方がちょっと心配しているのは、1学級の子どもの数が少なくなれば、自動的に学力が高まるかということではないということですね。20人になっても15人になっっっててもも教教師あるいいは教育委員会のの普段の努力力がないとやっぱり学力 あるいは人間形成というのは保証できないという、そういう思いは私ども持ってなくちゃいけないと思ってます、あと段階的ということですけど、過去の変化も段階的ですので、これはいろんなことを考えればやむを得ない措置だって、そんなふうに思っております、かえって一挙に全学年変わることの私どもの方の負担の大きさの方がちょっと正直申し上げてきついのかなというふうに思います以上です。 藤井参考人おっしゃられるようにあの、恩恵を受けない子どももいるっていうのは、あのまあ、見方によっては確かだと思いますが、あのやはり制度なので、どこかでの,あのスタートをしないと、やっぱり動いていかないのかなと、でこの少人数学級というのは、私はその該当する例えば来年度で言えば、小学校3年生が少人数学級になったから、それでいいわけではなくて。 学校全体がそれを起爆剤として変わっていかなきゃいけないと思ってるんですそれはやっぱり学校の関係者もだし教育委員会の関係者もですしあのこれはあくまであの、まあ、小3年生の35人ですけどそれをやることによってやっぱり教育をどうやって変えるのかそのためには先生方の,あのまた、えー、と私たちも価値観というものをもう やっぱり、まあ、見直すというのか、そこをやっぱりいろいろ話し合って、いろんなことにこう触れ合うことが、幅が広くなっていくんじゃないかなというふうに感じています参考人先ほど25万人の署名と言いましたけれども、あの中の多くの方々はあの、恩恵を受けない子どもたちの親だと思います。 一生懸命努力したけれども、その人たちの子どもさんには、うん、及ばなかったということですね、本当にそれは、あのなんか私、署名集めたものではあるけれども、なんか裏切ったような気持ちになってあのいますあの、なんとかならないものだろうかというふうに、いろいろあれこれ考えてみます、それはですね、一つは、あのえっと、ここ数年間を見てみると,、えっと、平均すると1年間に2000学級ずつぐらい、小学校って、 減ってるんですねだから2,000学級減るっていうことは2,000プラス、まあ、係数がありますからもうちょっとの多くの人数の教,教員の数は減っていくわけですよねあのクラスは少なくなるんですで今回の措置でもって、えっと、学級数は増えていきますけれども、えっと、トントン教員全体の数から言えばトントンかあるいは減るかもしれないという状況です増やそうという努力をやっぱりここですべきなったんだと思うんです でそれをなかなかしっかりした議論ができないのはきちっとした数字が私たちは持ってないからです、文科省は持っていると思うんですが、私は持っていません、なので、議論が展開しにくいんですけれども、それはあのもっと精査して、頑張りようがあったんじゃないか、これは文科省に、まあ、応援すると言いながら、あ,のあれですけど応、応援はしたいんですけれども、そこもうちょっとやってほしい、粘り強くやってほしいと思いますあの、情報を公開しながら私たちにも検討させてほしいと思います。 平井よし子さん二千、まあ、学級も減ってきていた、まあ、それも問題だと思いますしやはり。あの こういう時だから学級数を増やしてでもね少人数学級、早く多くの子どもたちに経験していただきたいと私も思う次第です、でそのためにもやっぱり大事なのが、教員不足の解消だと思うわけです、で先ほど来あの話があって、まあ、教員不足、穴あき問題で、で、えっと、臨時的任用の講師も確保できないという。あの 話はこう聞いているわけですけれども、あのま,まずあの三平藤井参考人にはそれぞれ現場でその教員確保で苦労されている実情などをあのぜひお示しいただきたいのと、合わせて中島参考人からは、その教員不足の背景に何があるのかと、まあ、とりわけ私、なんか非正規教員が増加してしまったことが原因ではないかと考えるのですが、まあ、その点について、えー、ご意見をいただければと思います。お願いします三平参考人あの非正規教 教員が特に多くなっただ、非正規教員を毎年雇用しているわけですけど、変わってきたなというのは、年齢的に非常に高くなってきています、60歳を過ぎて、えー、やる気のある人で非正規であの講師として働く人たちが増えてきておりますので、私とすれば、これは悪いことではないという、決してあの教員試験に、 挑戦しようとしていてうまくいかなかった人たちが講師に来るってだけではなくてあのいろんなことを経験して教員免許証を持っていて60前後になって講師をやるそういう人たちが学校に入るってことは悪いことではないそんなふうに捉えてます、えっと、あ藤井参考人。はいあのまあ 先ほどもまあどうい,ういろんな働き方ができるような形の採用をといったような話もあのしたと思いますけどもあのまあ名古屋ではえ確かに途中、常勤の講師がやっぱり少なくなって非常勤で働いている方に声をかけて常勤でやっていただくという形も取っています。あのまあ非正規を正規規をにするっていうようよな道筋はあの まあ先ほどの働き方であの応募してもらうということとそれからやっぱり力量をつけているのは試験というものがあるものですからその試験をきちっとクリアするための方策はあのまあ私ども教育委員会とかそれからあのまあ学校現場のまあ校長先生方もいろいろ頭をこう使いながらあの先生方にはあの実際にえとまあアドバイスというのかいろんな指南はできるのではないかなと,はちょっと個人的には思っています。 中島さん、はい、あの私、今の大学にはです、ね、ちょうどこのぐらいの時期になるとあのいろんな高等学校から、まあ、高校ですけどね高等学校からあの講師を紹介してほしいという電話がかかってきます来年の4月からもう穴が開いてるんです、だからそれを埋めるために何とかして、だからお宅の卒業生であるいは今度卒業する人でいらっしゃいませんかという電話がいっぱいかかってきていますで、やっぱりこんなに足らないんだなということを認識します。 じゃあ学生はどうかっていうと、あの就職は不安なんですよ、あの非常勤講師であるとか、常勤講師といっ,っても、来年どうなるかわからないっていう中で、そちらを待ってるわけにいかないんですよね、この時期まで。ですから、どこかの民間企業を探して、あのもう決めてる人が多いです、それをやめて、不安定なところに行くっていう若者は、まあ、よほどのことじゃないとですね。 よほど家族の了解が得られないと、そんなとてもじゃないことできません、だからこれやっぱり、あのまあ、これはです、ね、教育委員会さんもきっとあの採用が、いろんな不安,不安があってできないんですけれども、できないと思うんですが、最初から数が割れてるような配置しかできない、多分基準で動いてしまっている、だからその基準を変えてあげないと、教育委員会は採用できないんですよね。 だから教育委員会が安心して採用できるような基準を、これは国会として作ってください、でそうすればあの、不安を抱く若者は減ると思います、で、教職、志望者は増えるはずです、で増えてこないとやっぱり質は上がってこないです、うん、あのやっぱ教員の質を上げたいんだったら、安定化するっていうことがやっぱり必要だと思,思ってます、はいま平井靖子さん。教員点数増やさなきゃと思いました、そうそうありがとうございます。はい